最近ずっと街にいるよな。攻略しないのか？攻略も大事だが、今はセブンのイベント待ちから忙しいんだよ。そうなのか。だからお前たちに構っている暇はないんだ。じゃな。行っちゃったね。フィールド解放に一番近づいているギルドなのに、攻略を後回しにするなんて変わってるわね。まあ、ゲームの楽しみ方なんて人それぞれだからな。あいつらが攻略をストップしてる間にフィールド解放を進めようぜ。うん、そうね。キリト君、どうしたの？なんだか視線を感じるぞ。え？この辺は私たち以外はいないと思うけど。そうか、気のせいかもしれないな。相変わらず悪どい商売やってるな、エギル。おう、キリトじゃねえか。今すれ違ったプレイヤー肩を落として帰ってったぞ。まったく、ひどい天使もいたもんだな。バカ言え。さっきの兄ちゃんはちゃんと納得して売り渡したんだよ。納得ね。そのいかつい形相と巨体にねじ伏せられたんじゃないのか。容姿だって立派な商売道具だろう。で、今日は何の用だ。ああ、買い取りを頼む。これなんだけど、いくらくらいつきそうだ。へえ、結構いい武器じゃねえか。本当に売っちまうのかよ。ああ、俺が持ってても使わないからな。せいぜい金持ちに売りつけてくれよ。任せとけ。たんまり稼がせてもらうよ。おう、エギル。なんだ、キリトもいるじゃねえか。クラインか。なんか売りに来たのか。ああ、こないだクエストをこなしてる途中に面白いもん見つけたんだよ。へえ、レアアイテムでもドロップしたのか。レアといえばレアなんだろうけどな。まあ、とりあえず物を見てくれよ。宝箱。普通宝箱って中に入ってるアイテムを取り出すだけで持ち運べないよな。そうなんだけどよ、こいつだけはなぜか宝箱ごとストレージに入っちまったんだ。そんなこともあるんだな。それで中には何が入ってたんだ。それがよ、どうにもこうにも開かねえんだよ。なんだそれ。中身がわからないんじゃ買い取りもできねえぞ。やっぱりそうだよな。これじゃ本当の意味で宝の持ち腐れじゃねえか。残念だったな。くそ。いや待てよ、そういやスプリガンってトレジャーハントが得意だったよな。ああ、そうだけど、キリトだったら開けられなくても中身は見られるんじゃねえか。
理だろ。そんなスキル持ってないし。なんだよ、ちょっと期待しちゃったじゃねえかよ。勝手に期待されてもな。まったくだな。それより宝箱を開けることを考えようぜ。なあ、この宝箱、鍵穴があるけど、鍵は見つからなかったのか？うん、パーティー組んでた奴らと一緒に周辺を探してみたんだけどよ、鍵らしきものは見つからなかったぜ。そこで相談なんだが、キリト、一緒に探してくれねえか？俺が？見つからなかったんじゃないのか？頼む、もう一回だけ探してんだ。お前しか頼む奴がいないんだよ。わかったよ、俺も宝箱の中身が気になるしな。おお、ありがとうよキリト。その代わり、鍵を見つけて宝箱を開けられたら中身は半分もらうぞ。結構持ってくな。わかった、その要求飲んでやる。半分にできないものだったら俺が買い取ってやるから、金を折半するといい。ちゃっかりしてるな。それじゃあ準備ができたら呼んでくれ。俺はいつでもいいからよ。ああ、わかった。NPC から何か有効な情報が聞けるかと思ったけど、具体的なことは分からなかったな。古代文字で書かれた書物を読む方法が分かればね。古代文字が読めそうな人、もしくはアイテムか。クライン、準備できたぞ。そっちは準備万端みたいだな。どうよ、それじゃあ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。なんせあの宝箱はここで見つけたからな。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど、前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おっ、どっかで可愛い女の子と会えないもんかね。はい、これなのか。はい、
クライやるじゃないか。せい。鍵を持ってるのかもしれないな。それはあいつを倒してみればわかることだ。キリト、準備はいいか。なあ、クラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。それじゃあ行くぜ。見ろよ、あれはもしかして鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜキリト。ああ、これで宝箱が開けられるな。しかしたまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組みやがるからな。俺にも一人くらい分かってくれよ。なんだか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけど、クラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中でみんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺はアスナを選ぶな。相思相愛ベタボロですか。ったく、独り身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし町に戻るか。せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。あ、キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。どう
い、先に行くなよ。おう、キリタと暗いんじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあな。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して。行くぞ。心の準備はいいな。ああ。いいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これは。なんだこれ。本？写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。ったくこのゲームレーティングいくつだっての。お子様には刺激が強すぎるんじゃねえか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて早速中身を拝見して。うわ、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。わ、半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろう、運営側が用意したんだし。装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あ、いや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるのはそうなのかな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、キリトよ。登場の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ね、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ、熱意。一応苦労して手に入れた中身だし、もらっておくよ、一応な。頑張れよ。キリトは違う方向に精を出そうとしているな。ん？誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。え、アスナ、ゆいちゃん、いらっしゃい。なんでまたこのタイミングで。三人で何してるの。あ、いや、大したことじゃないんだ。ん、背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ。怪しい。ねえキリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え、あ、あ、
きあり。何何何これ、写真集か何これ。ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぞ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん、まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか。ゆいちゃんは見ちゃダメよ。は、はい。ママ、顔は笑ってるのになんだか怖いです。それで、キリト君、これはどういうことなのかな。違うんだ、アスナ、人誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで、いや、そのここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。はい。クラインのやつ、後で覚えてろよ。お邪魔するよ。サクヤとアリシャさん。やあみんな。やっほー、楽しそうだね。スバルトエリアの攻略は進んでいるかい。それがちょっと行き詰まっちゃってて、ダンジョンを攻略してる時に古い書物を見つけたの。でも文字がわからないんだ。古い書物？ちょっと見てもいいかな。なるほど。もしかしてこの虫眼鏡使えないかな。北欧に古代から伝わる文字を読むことができると聞いたんだ。サクヤさん、この書物を読んでみてもらえますか。ああ、わかった。書いてあった。書物によると、風の魔法装置により空高く登ることができ、装置は2つのアイテムにより起動が可能だとある。風の魔法装置は人工的に強力な気流を発生させる装置だと書いてあるな。そんなことが書いてあったんですね。図だけじゃ分かりませんでした。あれは気流装置だったのね。ありがとう、サクヤ、アリシャさん。ああ、また助けが必要になった時は言ってくれ。クエスト攻略の時も力になるよ。これで装置の起動方法が分かったわね。となると次はアイテム探しね。ユイ、まだ攻略してないダンジョンってあったよな。はい、まだ2
1箇所残っています。そこが怪しいな。順番に調べていこう。じゃあ明日のダンジョン攻略までは自由時間だな。所持品点検とかもしておいた方がいいわね。そうだな。それじゃあここで解散。ねえキリト君、絶剣って知ってる？絶剣？ああ、最近噂になってる辻デュエルをやってるプレイヤーのことか。うん、なんでも立ち合いを希望したプレイヤーを全員返り討ちにしてるんだってね。 OSS をかけてるから、それでも挑戦するやつが後を絶たないらしいな。その人の OSS って11連撃なんでしょ？それだけの技を編み出せるなんて一体どれだけの剣豪なのかしら。今までスバルトエリアの攻略にかかりっきりになってたけど、この辺りで俺も一度手合わせ願いたいな。うん、私も興味ある。その OSS がどんな技なのかも見てみたいし。でも辻デュエルでは一度もその技を使ってないんだってな。絶剣に OSS を使わせるほど追い詰めたプレイヤーがいないってことね。